この先が回転神殿のようですね。あそこへ行って試練を受ければ一族の力ってやつがもらえるのよね。しっ、誰かおるようじゃぞ。もしかすると敵かもしれない。ここは慎重に進みましょう。今から俺が完璧な侵入作戦を。その必要はないわ。姫様。おい、アリーナ？あれ、クリフトまで。あんたたちどうしてここに？そりゃこっちのセリフですよ。マーニャさんがなぜこんなところで踊っているんです？それが私もよくわかんないの。え？どうやって来たのか全然思い出せないんだけど、いつの間にかここにいたのよ。で、誰も来ないし帰り道もわかんないでしょ。だから暇つぶしに踊りながら神頼みしてたってわけよ。ハンサムで大金持ちで世界を救っちゃうような勇者様が私を迎えに来てくれますように。で、え、嘘、もしかして勇者様？これだけは言っておこう。俺は金持ちじゃない。ハンサムってことは否定しないのね。この方はこれから試練を受けて世界を救うための特別な力を授かるんです。正真正銘の勇者様ですよ。どうしようかな。けどこのままここで踊ってるのは退屈でしょ。私たちと一緒に行きましょうよ。マーニャがいれば百人力だもの。姫様のおっしゃる通りです。マーニャさんほどの魔法の使い手ならば必ずや皆さんの助けとなりましょう。でもね、勇者様のそばにおられるのはなんとこの世界の国王様です。マーニャさんが勇者様を助け、あれで世界が救われればおそらく大変なご褒美をくださるのではないでしょうか。ん？わしは勇者ではないぞ。ハンサムなただの王様じゃ。ハハハハ。じゃなくて出会いだと思うの。もちろん協力させてもらうわ。さ、行くわよ勇者様。とっとと試練を片付けて世界を救っちゃいましょう。読み送り
ここにはないのかもね。やっぱりないか。がっかり。なんとなく似てるでゲスな。行ってこい。気が強くて魔法も強力で、どっちもどっちも美人でナイスバディって。そうね、なかなかいい勝負かも。いいだろう。あら、私にはそれに加えて踊りがあるわ。どんな男も釘付けよ。了解だ。ジロジロ見るな。そのひねた物言いも可愛いわね。今のうちに唾つけてくるね。何をするつもりだ。了解だ。妙なことを企んでるなら俺にも考えがあるぞ。どんなこと考えてるの。お姉さん知りたいわ。教えて教えて。ねっくり
片付いたか。読めた。イラブレイク。煉獄斬り。俺の作戦に隙はない。ああ。